デビューから12年を迎え、日本の女性アイドル界を牽引する存在となった乃木坂。この躍進にはグループをまとめ上げてきたキャプテンの存在があってこそだと思います。現在は3期生の梅澤美波さんが3代目キャプテンを務めています。ただ梅澤さんも現在25歳ということもあり、次期キャプテンについての話題が SNS 上でちらほら見受けられます。歴代キャプテンが築き上げた乃木坂の伝統と個性を受け継ぎながら新たな時代をリードする存在とはどんなメンバーなんでしょうか。それでは今回は乃木坂次期キャプテン候補といわれるメンバー4選と題し、ファンの間で盛り上がるこの議題について注目のメンバーたちを紹介します。次期キャプテンにふさわしいとされるメンバーたちの魅力や特徴、そしてこれまでの活動実績をもとに可能性のあるメンバー4名をピックアップしました。これからの乃木坂を担う彼女たちの姿を想像しながら、次世代のキャプテン候補たちに注目してみましょう。それでは早速候補メンバーを一人一人見ていきます。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。一人目の候補は久保詩織さんです。久保さんは2016年にグループの3期生として加入。清楚な雰囲気と年齢を感じさせない佇まいで一躍注目を集めました。23枚目シングルから最新作の35枚目シングルまで13作連続で選抜メンバーに選ばれており、32枚目シングル「人は夢を二度見る」では同じ3期生の山下美月さんとダブルセンターを務めています。個人としての活躍も凄まじく、2022年公開の映画「さようならこんばんは」で映画初出演にして初主演を務め、 NHK 大河ドラマ「どうする家康」、映画「ビバー流れないでよ」など多くのドラマ映画に出演しています。いわばもうグループの顔と言っても過言ではないメンバーの一人です。久保さんは2020年7月のブログで、自身の今後の目標は責任感を持つことだと語っています。久保さんは昔からどこか責任を逃れる人間でした。でも今はグループの愛に触れ、このグループの一員として恥じないように責任感を持って活動をしていきたいと思いましたと記しています。多くの先輩が卒業し、グループの最古参になった3期生、現在は同じ3期生の梅澤さんがキャプテンを務めており、梅澤さんのキャプテンシーを久保さんは絶賛。梅澤さんが先導するエンジンは、締めるところは締めて、こここういうとこ昨日あったから気をつけましょうって、でも何よりもみんなが楽しんでみたいな感じで言ってくれると厳しいながら思いやり深いもの、ああこれが先頭に立つものなんだなっていうのを数年越し、8年越しぐらいに思ったと語っています。その梅澤さんの努力と姿勢を一番近くで見ている存在だからこそ、その意思を継ぐという意味では久保さんが次期キャプテンになる可能性もあると思います。また中学時代には所属していたバドミントン部で部長を務めていた経験もあるだけに、グループをまとめ上げる素質は十分にあります。ただ個人でのお仕事がかなり多いということもあり、グループ全体を統率できる余裕がないことも危惧されていますので、そこまでキャプテンになる可能性は高くはないと思われます。2人目の候補は田村真由さんです。田村さんは2018年にグループの4期生として加入しました。26枚目シングルで初めての選抜メンバー入りを果たすと、最新作である35枚目シングルまで連続して選抜メンバーとして活動しています。4期生の最年長メンバーということもあり、加入当初から4期生をまとめるお姉さん的な存在としてファンの間でも話題になっていました。田村さんはとあるインタビューで現在のグループの活動と今後の展望について述べています。私たち4期生は一番近くで3期生さんの背中を追いかけていました。よくインタビューとかで、これからは4期生ももっとしっかりしていかないといけないですって答えることもありましたが、その頃はまだ1、2期生さんもいらっしゃって、ある意味甘えられる状況がある中での言葉だったなと今は感じています。だからこそ多くの先輩方が卒業された今、3期生さんだけに頼りっぱなしもダメだなということを実感しました。4期生も引っ張っていく側としてもっと頑張っていかなくちゃいけないんだなと感じた1年でした。このインタビューからも、今後はグループを引っ張っていこう、そういう立ち位置になっていこうという気概が感じられます。また田村さんは MC では緩い空気感で場を回し、いじられ役にもなれるメンバーであり、2代目キャプテンの秋元真夏さんを彷彿とさせるところがあるようです。一方で4期生のまとめ役と評価するファンも多く、積極的に先輩や後輩ともコミュニケーションを取り、人望も厚いです。真夏さんの線のキャプテン像に当てはまることから次期キャプテン候補と言われているようです。ただ
田村さんは現在キャプテンを務める梅澤さんの後輩ですが、実は年齢は同い年です。そのため梅澤さんと同年齢の田村さんが次期キャプテンに就任することはないと予想する人もいます。20代半ばから後半の間にグループを卒業することが多い女性アイドル、現在の2人の年齢を考えると卒業を意識してもおかしくない年齢です。このように考えると田村さんがキャプテンになる可能性は低いのかもしれません。3人目の候補は柿はるかさんです。柿さんは田村さんと同じく2018年に4期生としてグループに加入、加入時から端正な顔立ちと抜群のスタイルで注目を集めました。24枚目シングルで初選抜、センターはダブルセンターを含めて3回経験するなど、グループになくてはならないエース格のメンバーです。乃木坂は山下美月さんの卒業などもあり、だんだんと4期生がグループの中心になる未来が近づいています。昨年の全国ツアーでは5期生の井上凪さんが座長を務めていましたが、そのシングルでセンター脇を支えていたのは柿さんと同じ4期生の遠藤桜さんでした。3人による座談会インタビューで井上さんは柿さんについて、あ、大丈夫ですって言ったら、大丈夫じゃないでしょうって言ってくださったのがすごい嬉しくてと告白。過去にセンターを経験し全国ツアーで座長を務めたこともある立場から優しく後輩を支えているようです。柿さんはラジオ番組乃木坂ロックスにて全国ツアーを振り返りながらキャプテンの梅澤美波さんについて語る場面がありました。柿さんは全国ツアーについて、やっぱりすごい素敵な4日間だったし、最後のキャプテンの梅澤美波さんの MC で私たちが乃木坂ですって言ってらっしゃるのを聞いて、やっぱり後輩って先輩方が作ってきてくださった乃木坂が憧れだし、絶対的存在みたいなのが心の中にあっちゃうから、私が乃木坂ですって言っていいのかなみたいな気持ちがどうしてもあったんですけど、そこでキャプテンの美波さんがそうやって言ってくださって、あ、いいんだ、私たちは乃木坂だって思って、私たちも胸を張ってここに立ってていいんだっていうのをすごい思って、もう美波さんかっけーって思ったと告白。梅澤さんの言葉に胸を打たれ、今後はグループを引っ張っていく立場にならなくてはという自覚が芽生えたようです。別のインタビューでも、乃木坂の歴史の中に私の名前が入っているというのが嬉しいなって思うので、これから10年20年ともっと長く続いていくグループにしていきたいなって思います。今までの乃木坂をこれからも守っていけたらという思いはみんな持っていると思うので、それぞれの個性を出しつつ、乃木坂の色も出しつつ頑張りたいなと思っていますと語っており、徐々にグループ全体のことを意識して発信しているように見受けられます。これが次期キャプテンの伏線なのかどうかは分かりませんが、年齢的にも実績的にも柿さんが次期センターになる可能性は高いと思っています。4人目の候補は菅原さつきさんです。菅原さんは2022年にグループの5期生として加入、年齢を感じさせない大人っぽいルックスと少しドジっぽい一面のギャップで多くのファンを虜にしています。最新作の35枚目シングルでは選抜メンバー入りは叶いませんでしたが、これまで3度選抜メンバーに選ばれている実力のあるメンバーです。2024年2月21日に発売されたイレブンスイヤーバースデイライブブルーレイ&DVD の完全生産限定豪華版に収録する特典映像、私たちのイレブンスバスラでは、菅原さん、梅澤美波さん、与田祐希さん、遠藤桜さん、柿はるかさん、井上凪さんがライブ映像を見ながら振り返りトークを行っています。菅原さんはこの座談会で司会を務めています。このメンツで菅原さんを司会に据えるというのは、菅原さんへの信頼と今後への期待の表れであると感じます。この司会ぶりも高く評価されており、ファンからも次期キャプテンは菅原かなとの声も多く上がっています。冠番組乃木坂工事中では MC のバナナマン設楽さんから小吉とあだ名をつけられたりとポンコツのイメージが強い菅原さんですが、加入当時のキャプテンの秋元真夏さんや現在のキャプテン梅澤美波さん、4期生の遠藤桜さんからもツアーで積極的に質問していく向上心がしっかりしてるとその姿勢を絶賛されています。先輩とも積極的にコミュニケーションをとっていろんな考えを吸収し、それを生かそうとする姿勢はキャプテンにもってこいではないでしょうか。梅澤さんの次と考えるとどうしても荷が重いかもしれませんので、別のメンバーでワンクッション挟んでから菅原さんがキャプテンを務めるという可能性は十分にあると思います。
今は自身のアイドルとしてのスキルアップに重きを置いてほしいと思います。いかがでしたでしょうか。今回は乃木坂次期キャプテン候補といわれるメンバー4選と題して、次期キャプテン候補に挙げられる4名のメンバーをご紹介しました。それぞれが持つ個性やリーダーシップ、グループへの貢献度を考えると、誰がキャプテンになっても乃木坂をさらに成長させることができるでしょう。梅澤美波さんの後を継ぐ新キャプテンがどのようにグループを導くのか期待が高まります。今後の彼女たちの成長や活動に注目しながら、新しい乃木坂の時代を共に見守りましょう。とはいえ、まだ梅澤さんの卒業が決まったわけでもありません。梅澤さんがまとめ上げる乃木坂はまだまだ飛躍を遂げていくことでしょう。これからもアイドル界を牽引する存在として活躍していってほしいですね。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。